皆さんこんにちは、ピノミです。本日は歯のホワイトニングのお話で、私自身もかれこれ自宅で行うホームホワイトニングを9年以上続けていて、おかげさまで結構歯の白さ保てているんですね。歯の白さを保つために行っている自宅で手軽に行えるケアっていうのを紹介していきたいと思います。ぜひ自宅でホワイトニングしてみたいけどどうしたらいいかわからないよって方であったり、なるべく長続きする簡単なホワイトニング方法があればいいなって考えている方いらっしゃれば、今日の動画参考にしていただけると嬉しいです。ホワイトニングには2つの種類があって、まず1つ目が歯の着色をとって歯本来の白さにしてあげることと、もう1つ目が歯自体を白くしてあげる方法、この2つがあるんですね。今日は1つ目の歯の着色をとって自然な歯の白さ、歯本来の白さにしてあげるっていう方法を紹介していきたいと思います。まず私のこの考え方というか、どうしても譲れないことがあって、食べることとか飲むことが大好きなので、歯の白さを考えて食べ物とか飲み物っていうのを制限することだけはしたくないっていう考えが私的には結構大きくって、私にとってこの周りの友達とか大好きな人たちと美味しいもの食べてワイワイするっていうのが何よりの楽しみで、やっぱ生きがいなんですよね。わかりますか？なので清潔で白い歯を保ちたいけど、だからといって食べ物とか飲み物とか嗜好品含めて我慢したくないっていうのが私の中で強くって、好きなことはなるべく我慢せずに、だけど歯の清潔感も譲れないっていう考えが私の原点にあるので、日々こういった歯のホワイトニングとかの動画を配信しているっていうのがあります。なので食べるのも我慢したくないけど綺麗な歯を保っていきたいよっていう考えの方いらっしゃったら、ぜひ私の動画見ていただきたいんですね。というのも私コーヒー大好きだし赤ワイン大好きで、コーヒーに関しては1日コップ3杯以上は飲みますし、カレーなんかのスパイス料理っていうのもすごく大好きで、ちなみに昨日のランチはインドカレーだったんですね。好きなカレーは野菜カレーです。っていうくらい本当に歯に着色がつきやすい食べ物っていうのが結構好きで、こういったものを制限しなきゃいけないなってなると正直私は厳しいです。では日頃から着色をなるべくつかせないためにはどういうことができるかと言いますと、こういった着色がしやすい食べ物とか飲み物を取った後はなるべく早く水で口をゆすいであげるっていうのが結構効果的なんですよね。歯の着色って時間が経てば経つほど歯にくっついて落ちにくくなるんですよ。なのですぐに口を水でゆすいであげることによって結構歯の着色変わってくると思います。あとは食事をした後はですね、できるなら歯磨きをする、で難しいようなら最低限口をゆすいであげるっていうことが、それだけでも結構変わるのでぜひ習慣化してほしいと思います。ただそれだけではどうしても全ての着色っていうのを取り切ることができないので、やっぱりどうしても日頃からちょっとしたケアっていうのが必要になってくるんですよね。よく歯磨き粉でホワイトニング効果を謳ったものっていうの結構あると思うんですけど、個人的には歯磨き粉ってもう毎日1日何回も使用するものじゃないですか。なので例えば歯磨き粉だったら歯の表面を強化してくれて虫歯を防いでくれるフッ素が配合されているものであったり、あとは知覚過敏を予防するものとか、そういった効果を優先して選んだ方が歯磨き粉は個人的にいいなとは思ってるんですね。なので歯の着色のケアについては毎日やるというよりは定期的に、例えば1ヶ月に2回とか1回とか、そういったペースでできればいいなっていうスタンスでいます。というか自分がこれまで歯にいい成分が入ってると同時にホワイトニング効果があるとてもいい歯磨き粉に出会ってないのかなっていう気がします。もし出会えたらいつか紹介ぜひしたいですね。というか自分の中で将来的には製品を作ってみたいなっていう夢が実はあったりします。今回皆さんにおすすめしたいケア製品っていうのが、私長年炭ですね、チャコールパウダーの大ファンで、何より自然の力を利用して汚れとかを吸い取る力を利用してですね、効果が出るっていうのが結構好きで気に入っているんですけど、よく靴の匂いとか冷蔵庫の消臭の製品って炭使ってる製品って多いですよね。それだけやっぱ吸収する吸着する力っていうのが強いんだと思います。このチャコール、炭の力で歯が着色するっていうのを防ぐことができるんですよね。私が使用しているのがこちらのカントリーライフのチャコールパウダーになります。こちらですね、カントリーライフのチャコールパウダーです。
私もいつもこちらアイハーブで購入していて、これ何がすごいかっていうと、歯の黄ばみ取り対策だけではなくって結構万能で、やっぱりこの余分なものを吸収してくれるっていう作用があるので、例えば体内の毒素とかそういったものをデトックスする効果っていうのもあるんですよ。なので私これたまに食べ過ぎた時とか飲み過ぎた時とかにちょっとリセットしたいな、デトックスしたいなって時にこの炭を水で溶かして飲んだりしてるんですね。実際ちょっと飲んでみましょう。中身開けてみるとこうやって粒子が細かい炭が、チャコールが入ってるんですね。なのでこれを水に溶かしてみます。だいたい量としてはちっちゃいスプーンの半分ぐらいですかね。この量を水に入れて溶かしてこれを飲む感じです。結構粒子細かいのでむせます飲んだ感じは無味無臭で味もないので比較的飲みやすいんですよね。ただ私みたく一気に飲んじゃうとちょっとむせちゃうこともあるので、ちょっとそこは気をつけてください。それでやっぱ体内のものの毒素をデトックスして体外に排出するので、これ注意なんですけど、排泄物が黒くなるのでちょっとそこは閲覧注意というか注意をしてください。そして本題の歯ですね、磨くときは炭を歯ブラシにの先端につけてあげて、あとはいつも通り歯磨きをするように歯を磨いてあげます。こんな感じですね。はい、今磨き終わって口ゆすいできたんですけど、さっと磨いた感じ、歯の表面の着色取れたのも自分では分かりますし、あとは歯のザラつきっていうんですか、ザラザラとかもなくなって結構清潔になったなっていう実感できます。これは毎日の歯磨き粉として使用するのではなくって、例えば月に1回とか2回のお手入れとして使ってあげるといいかもしれません。そもそも日本人の歯って欧米人とかと比べると色が黄色い傾向があるんですよ。なんでかっていうと、日本人ってこの歯の構造上エナミル質が薄い傾向があって、黄身が強い、黄身の色が強い象牙質が厚い結果、日本人の歯って黄色く見えてしまうらしいんですね。そして歯が黄ばむ原因っていうのが、多くはこの象牙質だけではなくってエナメル質にあると言われているので、そのエナメル質自体も着色とかで黄色くなってしまうと、さらに黄色く見えてしまうっていうのが日本人の歯の現状というか、まあ、特徴なんですよね。なのでぜひ日頃からケアをしてあげることによって、少しでも自然な歯の白さ保っていきたいですよね。はい、これからも歯のホワイトニング方法についての動画もたくさん配信していこうと思いますので、本日の動画少しでも参考になったよって方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。